まあ、前回あれね、カプセルか。あれ結構うまくいったな。で、今回このポリモーフィズム、これやろうかな。しかしこれ、なんだろう。難しいね、これ。カプセル化も難しかったけど、これはちょっと厳しいね。無理かな、C 言語で。もう何言ってんのかもわかんないもんね。英語版もちょっと見てみるか。これまたこういうありがたい。で、これを C 言語でやってもらいたいの、これ。C 言語で。お？ないのか？あ、ないのか？ないな。はあ。どうする、これ。できないのかな、C 言語で。ポリモーフィズム。英語版にも出てないもん。ポリモーフィズム、C 言語。無理なのかな。いいや、そういうことは。まあ、このプロ、これは、前回のカプセル化のプログラムですよ、これ。これでちょっとね、ポリモーフィズム、やってみようかね。で、ちょっと、さすがに G が大きすぎるよね、これ。150%で、このぐらいでちょっとね。で、前回の、これね、大事なことは、このメイン側、この上の方ね、メイン側の方を、できるだけ変えないで、ね。で、下の方を変えると。これ、まあだからカプセル化によりそういうことができるんですよっていうお話をしました。これ DLL に入れちゃってもいいんですよと。そういうお話で。C 言語じゃなくてもいいんだもん、これ。C++ で作ってもいいんですよ、これ。その C 言語から呼べるようにね、その辺名前とか合わせてやればできますよ、実際にね。で、まあ、ポリモーフィズム。これね、ニューファイルリーダー、ファイルから読み込む、そういうふうにやってたんだけど、文字列からっていうのをやろうかなという考え方。文字列からとは何か。それは、ニューストリングリーダーにしちゃおうかなと。で、ここは S。こういう感じで。文字列 S を与えると、そこから1文字1文字こう読み取ってくれる。そういう動きの、ストリングリーダーというものを作ろうかなと。なので、ここね、ニューファイルリーダーって書いてたところを、ストリングリーダーとこうすると。ABCDF。このような、文字列書いてあったよ。ここから1文字ずつ、これでね、リードフロムで。っていう、で、もちろんこれを、気が変わったら、元に戻してもいいと。これでもいいし、さっきのね、これでもいいと。どっちでもいいと。そこがいいところですよ。これでもいいし、こっちでもいい。で、ここ変わらない。変わらないの、ここが。そこがすごいですよ。ポリモーフィズムっていうのはそういうことです。インスタンス化って言いますね、ここね。だからファイルリーダーだとかストリングリーダーだとか、そういうオブジェクトをここでニュー、ね、新しいオブジェクトをここで作る。作ってそれを P にセットする。そしたら、ここは変わんないわけです。ここはファイルリーダーだろうが、ストリングリーダーだろうが、もう関係なし。ここは同じでいいんですっていう。すごいでしょ、それ。それがポリモーフィズム。で、そんなの C 言語でできんですかと。Wikipedia の英語版にも出てなかったよと。暇がなかったんだよね、書いてた人の。暇があればできると思うけど。
じゃあ、そういうわけで、このニューストリングリーダー、これまだないから、これ作っていこうかなと。それでちょっと気づいたんだけど、これ失敗しちゃったな。名前が。だって、デリートファイルリーダーだもん。ファイルリーダーをデリートしますになっちゃったよ、もう。いや、だけど、ストリングリーダーっていうのを新登場させて。ファイルリーダー、ストリングリーダー、これ2本立てと。そういうふうにすることから言うと、これもじゃあ何？デリートストリングリーダーで作るのかって。いやいやいや、作りませんよ。ここから下全部、もう同じ。変えないっていうこと。つまり、ファイル用、ストリング用っていうね。そういうものはないの、ここには。それが大事なんで。if 文？ああ、もう。if 文ダメ。いや、だから、if ファイルリーダーだったら、if ストリングリーダーだったらとか。ああ、もう、全然もう。そういうんじゃなくて。if 文使いませんよ。ポリモーフィズムで本当に大事なことは、if 文でオブジェクトの種類を調べたりはしないってことです。そんなのしてたらオブジェクト思考じゃないもの。全然。というわけでね、これ名前おかしいんです。はっきり言えば。だからね、これちょっとね、名前変えます。ファイルが余計だった。デリートリーダー。これでよかった。これならわかりやすい。そしたら、P がファイルリーダーであれ、ストリングリーダーであれの関係ないから、リーダーだし、第一、もともと型がね、リーダーのオブジェクトを破棄する、デリートするんだと。それだけだから。いや、だけど、そんなうまいことできんのかって？できるんですよ。それが、ポリモーフィズム。C++ じゃないとできないだろうって。いや、これもね、大事だからもう言っときます。C 言語でオブジェクト指向できますよ。そしてね、C++ で放っとくとオブジェクト指向全くできませんよ。C++ でもう完全に昔の C 言語丸出しじゃないのっていうプログラム。ものすごくあります、そういうのが。全然 C++ になってないよ、これっていう。下手したら過半数かもしれない。世の中もそういうプログラムがたくさんあります。ですからね、C 言語だからオブジェクト指向ができない、C++ だからできるではないの。そうじゃなくて、考え方ですよね、オブジェクト指向ってことは。じゃあ、そういうわけでやっていきましょうか。ニューストリングリーダー、ニューファイルリーダー。これを実現しますが、ここから下はね、思いっきり変えますよ。まあ、思いっきりというか、かなり。上はもう変更しません。これで終わりました。こっちは終わり。この名前がね、デリートファイルリーダーっていう名前がどうも合わないから、デリートリーダーって変えただけです。で、ここはニューストリングリーダー使ってもいいし、ニューファイルリーダー使ってもいい。ニューファイルリーダーであればファイル名を引数とするんだ。ニューストリングリーダーであれば読み込み対象とする文字列を指定するんだって、それだけで、そこだけ違って、あとは全部変わらないということなんですね。で、そのからくりどうすんのかと言いますと、ここからすごいよ、話が。本当に。まずね、ニューファイルリーダーとニューストリングリーダー、どっちもリーダーだって言ってるけど、片方ファイルから読むでしょ、片方文字列からでしょ。ちょっとここね、ユニオンにしちゃおうかな。こうね、ユニオンにして、片やファイルだと。で、片やストリングだと。ストラクトストリングにしようかな。で、このストラクトストリングの側ですけれども、キャラクターの、あれですよ。アロケイテッド。メモリ割り付けしますから。さっきのこの文字列、これね。これだとね、スタティックに存在している文字列ですから、これそのまま使っていいんです。ポインターで抱えるだけでいいんです。ですけれども、そんなことはわかんない。
そうじゃなきゃいけませんという規定にはしかねる。どういうことかというと、ここにそのローカルな変数ですね、このような256とかね、これでスキャン F で読み込んでとかのね、こういう文字列が引数にセットされるかもしれない。で、そのような、こういう自動変数、いわゆるローカルな変数ですね。で、これが与えられた場合、これまあメインだからいいんだけども、メインじゃない関数ですと、その関数が終わるとこの変数なくなっちゃうんだから。なので、そういうなくなっちゃうかもしれない変数、配列のアドレスをね、このストリングリーダーの中で抱え持ってちゃダメですよってことです。ですからね、渡ってきた文字列をデュープリケートしようかなと。デュープリケート二重か。同じ文字列を別に作ると。メモリー割り付けして。そういう考え方。で、それから、こんな感じで。これからその、ファイルの場合、これどん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 読み込んでいって、次の文字、次の文字って来るでしょ。で、これは、ポインターで、ここはメモリ割り付けしたアドレスだから。で、これは今読み込もうとしている文字の位置という。だからこれをどんどんずらしていこうかなと。そういう考え方です。このように、ファイル用、ストリング用、じゃあここに S ね。だから FP なのか S なのか、こういう2本立てですね。これをユニオンでやってみました。まあ一つのやり方、必ずユニオンじゃなきゃいけないってことじゃないですよ。はい、ユニオンでちょっとやってみようかなと。そういう考えです。で、このようにしますと、とりあえずこのコードはそのままいけちゃいますよね。これ無名ユニオンですからね。なので、こんな感じで P の FP という形で FP にアクセスできます。ここ変えないでいいと。いいんだが、ファイルクローズをするところ、ここ問題になります。デリートリーダーでしょ？ファイルリーダーじゃないですよ。デリートリーダーってことは、ファイルリーダー、ストリングリーダー、どっちもデリートする。F クローズ、ここでやっちゃダメ。ここでやっちゃダメって、じゃあどうすんのこれ、と。もうまさに、もういきなりここから、ポリモーフィズムですね。このように、オブジェクトの破棄、デストラクトと言いますけれども、そのデストラクトのメソッドを用意しちゃおうと。難しいよ、ここから。デストラクト、ストラクト、リーダー、関数ポインターです。うわー、難しい。関数ポインターについては、もし、今回初めて聞いたっていう場合は、ちょっと厳しい。関数ポインターは、事前に練習しておく必要ありますね。オブジェクト指向よりも、だいぶ、なんていうかな、基礎の技術になりますね。関数ポインターは。関数ポインターがもう十分に、よく分かっているところからオブジェクト指向に入っていく必要があります。オブジェクト指向よりも何段階も前の段階になっちゃう。関数ポイントは難しいと思いますよ。難しいと思いますけれども、オブジェクト指向よりだいぶ、初めの方のレベル、になっちゃいますね、これはね。なので、もし初めて聞いたとか、まだちょっとよくわかんないんだよなっていう場合は、この関数ポインターについて別途、練習、なるべく、関数ポインターって別に難しくないなっていうふうに思えるまで、ちょっとね、関数ポインターは、勉強しておく必要があると思います。まあ、さて、このデストラクトのメソッド、関数ポインター、このように用意しまして、ここですごいよ。このデストラクターというものを作る。デストラクト関数。void デストラクトファイルリーダーっ
って書いて、ストラクトリーダー P で、こうします。ここで F クローズをやるわけ。これをやるわけ。ここでこうです。ね、それでこのデストラクトファイルリーダーっていうものをここですね、 P のデストラクトのところにこうやって書いてやるの。難しい。リーダーの、今リーダーのインスタンスを作っています。これはファイルオープン、失敗したらもうね、その割り付けたメモリフリーしてヌル返すんだけども、こっちは成功した場合ですから、ファイルオープン成功しました P を返すんだけど、 P のデストラクトにまだね、デストラクトはセットしてませんから、これのことですよ。デストラクトのやり方を定義します。デストラクトのやり方はこうですよ、デストラクトファイルリーダーを呼ぶんですよ、というふうにセットしておくね。そしてデストラクトファイルリーダーではこのように F クローズを行う。そしてデリートリーダー、はい、ここで F クローズってやってましたが、そうじゃなくてデストラクトを呼ぶ、はい、こうです。これで出来上がり。なんか余計に難しくなって、元の方が良かったんじゃないかって。まあ難しくはなってますよね。だけどポリモーフィズムだから、これあのファイルリーダーだけだったら別にこんなことしなくてよかったんだけど、ストリングリーダーもこれから作りますからね、そのためです。じゃあストリングリーダー作りますよ。ニューストリングリーダー関数を、じゃあこれと同じような形、大体同じ形で作りますよ。はい、ニューストリングリーダー、そしてここ引数は S です。でこの S を二重化しますよ。二重化はストリングデュープという関数で、できます。ストリングデュープ関数を使うためにストリング 10H をインクルードしました。はい、ここですね。 F オープンというのはもちろんやりませんよ。そうじゃなくて STR デュープ、こうです。こうしますと S というこのね、引数に渡した文字列と同じ内容の新しい文字列をメモリ割り付けにより作り出します。あ、これは FP ではないですね。 S のアロケイテッドです。ここです。ここにセットする。ここに割り付けた新しいメモリ領域のアドレスをセットしますね。P の S10 allocated イコールストリングデュープで、これヌルありえますから、メモリ割り付け失敗したらヌル返ってきますから、その場合は大元のこっちの MLock のメモリ領域をフリーしてリターンヌル。ここはまあ、ファイルリーダーの時とほとんど同じ形ですよね。でここですけども、デストラクトファイルリーダーじゃ当然ないわけで、デストラクトストリングリーダー、これから作りますよ。今まだないですね。とあともう一つやることがあって、 S のカレント現在位置ですよね。 S のアロケーテッド、まず先頭の文字の位置になるようにこのようにセットしておきます。じゃあこのデストラクトストリングリーダー作りましょうね。これも全然大したことないですよね。同じだもんだってほとんど。でこれが、ファイルっていうところがストリングになるでしょ。でクローズではなくてフリー S のアロケイテッド、これだけだもん、簡単ね。じゃあこれでもうニューストリングリーダーもうできちゃってんもん、これで。じゃあ次は読み出しですね。これファイルだったらこれでいいでしょ。じゃあこれもメソッドですね。そういうメソッド、リードメソッドということで、やはり関数ポイントは使いますよ。イント型のデータを返す、文字はね、イント型で返す、リードメソッド
ということで、引数は同じですね。これで。このようなリードメソッドというものをね、定義していくと。じゃあまず、ファイルの方からね、int read from file struct readerp ってこんな感じで。で、ここはあの、ですからこれですよ。これそのまま持っていっちゃおうか。その方がいい。こういうことですよ。ね、read from file。じゃあこれと似た形で read from string、ストリングリーダーの場合ですね。ストリングリーダーの場合は p の s のカレントを見るわけでしょ。ここにあの先頭の文字がセットされますんで、さっきの処理でね。で、この文字、このポインターが指して、カレントポインターが指している文字を、返せばいいわけです。ただ、文字列の終わりにヌル文字があるでしょ。だからその場合どうするんだと。これがヌル文字ですよの場合どうするんですかってことです。ヌル文字そのまま返したらおかしいでしょ。ファイルリーダーとなんか動き違っちゃうじゃないですか。なので、これって EOF ってことだよね。もうないんだから。文字列も終わっちゃったってなったら EOF でしょうってことです。でそうじゃなかったら、このカレントから1文字取得して次に進めてやる。これポストインクリメントですね。P の S のカレントから文字を1文字ね。1文字取ってきます。その後、プラスプラスしますっていう意味です。この後ろに書けばね。はい。このようにすることで、ストリングリーダーのためのリードメソッド。できちゃったね、これ。で、このリードメソッドをやはりこういった形で関数ポインターね、リードメソッドにリードフロムファイルとこうセットするでしょ。これファイルリーダーだから、で、ストリングリーダーの方は p のリードメソッドイコールリードフロムストリングということでセットしました。で、これね、これもこんな感じに似た感じ、まあ、この if文いりませんけども、こういう形で p のリードメソッドを呼び出しますよ、こうね、でこうすればいいわけです。あら、もうできちゃった。これ C 言語ですからね。これファイルの拡張子 .c だからね。これ C 言語でポリモーフィズムもできちゃってるもん、これ。じゃあ、動かしましょうか。じゃあ、ニューストリングリーダーに入ります。来ました。メモリー割り付け、まずするでしょ、で、ストリングデュープね。S はこういう内容。はい、ロケイテッドに、ちゃんと入った。アドレス違いますからね、ここね。1E1EC980A60 新しく割り付けられたところのアドレスで、 S の側は 7FF6F ってね、違うアドレスでしょ。内容は同じなんだけども、別領域に新たに割り付けて P の S10Allocated これにセットしました。そしてカレントですね、カレントにこのアロケイテッドをセットする。はい。それから、この2つのメソッド、デストラクターとリードメソッド、はい、セットします。そして P を返す。で、メインに戻ってきました。メイン側からは、こういうね、この辺は見えてないんだよね。このデバッグの中で、まあ、見えてはいますけれども、メイン側はだってリーダーがどういう構造体かも知らないという、カプセル化されてますんでね、はい、if 文が通って、はい、次リードフロムに行きますよ。リードフロム、はい、これでリードメソッドを呼びます。このリードフロムっていうのはファイルリーダー用、ストリングリーダー用とかそういうのないから何のリーダーでも構わない。
単純にリードメソッドを呼びますっていうことです。仮想関数なんです。要はこれはバーチャルです。 C++ で言えばね、 C++ などのオブジェクト指向の、まあ、オブジェクト指向に対応しているとされる言語におきましてはね、 C シャープとかでもバーチャルに相当する。はい、これでリードメソッドいきます。それこっち来ますよね。なぜかっていうと、インスタンス化の時にセットしてますから、これここですね。 t のリードメソッドイコールリードフロムストリングという、こういうふうにセットしてますから、だから当然、ストリングの方の、リードフロム、こっちじゃなくてこっちが来る。先ほども言いましたが、オブジェクトの種類がファイルリーダーなのかストリングリーダーなのかっていうね、そういうものを if 文で区別しようとしたらもう負けです。それはもうオブジェクト指向じゃないの。それは今見ていただいているように、そんな if 文はどこにもないんです。最初にオブジェクト をインスタンス化した段階で決定付けられているんですね。だから if 文で判断してると、とかそういうものはいらないわけです。もうダイレクトにこう来ちゃうわけで、このリードフロムストリングに。そしてカレントですけど、これはまだね、先頭の文字です。ですからこっちに来る。なので1文字読み出してポストインクリメント、だから現在は ABC の A の位置なんですけども、これ実行しますと、ね、B の位置に進んでいると、そういうわけです。はい、で CH はこれまあ A なんですよ。 A の ASCII コードで、プットキャラということで、こっちに出てきました。こんな感じでね、この後ちょっと流しちゃいましょうね。こうです。じゃあ、このデリートリーダーまで進めちゃいましょう。はい。ちゃんとうまくいきましたよね。そして、デリートリーダーに行きます。で、こうでしょ。で、ここで、デストラクトメソッドに行きますから。で、これも仮想化してますんで、ちゃんと。ストリングリーダー側のデストラクターに来たでしょ。だからファイルだったら F クローズになる。ストリングリーダーですので、新たに割り付けたメモリをフリーするんだと、そういうわけ。そして本体のね、外側のメモリー、これもいらなくなりますんでフリー。はい、ああうまくいったと、こんな感じです。そして、はい、ここで、元の new file reader file、ちょっとこっちコメントがしておきますね、こっちはね。で、このように元の new file reader という記述に直してみますよ。で、動きをもうやっちゃいますよ。ほら、元通りの動きでしょ、これ、ファイルを読み取ってるでしょ。こういうふうに。こうだもん。これがポリモーフィズムです。C 言語でできます。記述がちょっとね、ちょっとは大変とかはあるけども、でもできる。カプセル化もポリモーフィズムも C 言語でできます。また先ほども言いましたが、繰り返し申し上げますけれども、C++ を使うと自動的にオブジェクト指向になるのかっていうと、なりません。ちゃんと使えばなる。ちゃんとっていうか、オブジェクト指向をやろうと思えばそうなる。C 言語も C++ もその点で同じです。まあ、どっちもオブジェクト指向をやろうと思えばできる。オブジェクト指向をやろう、オブジェクト指向のやり方、正しいやり方分かってない。という場合は、もうどっち使ってもできないの。だから C 言語でできないというふうに思わない方がいいし、それから C++ ってこのオブジェクト指向とはまた別にね、いろいろ言語として難しいですよね、いろんなところが、うん、でそういうものを知ってないとオブジェクト指向できないのかっていうと、いやいやいや、今ねご覧いただいたように C 言語だけでできるの。それはオブジェクト指向は、だからそういう点でちょっとね、
別にお考えいただく必要があるかなと。またその方がオブジェクト思考を身につきやすいんじゃないでしょうか。その辺の考えなしに C++ だけをやり始めて、1年経っても2年経っても、あるいは3年経っても、オブジェクト思考は身につきませんよ。つかないと思う。3年でも、いや、下手したら5年でも身につきません。身につくはずもないです。それは作り方が C 言語の作り方で、5年やればね、C 言語歴5年と同じじゃないですか。ほぼね、オブジェクト思考というものが何なのかと、どういうことに注意して、プログラムを作っていけばいいのかと、ちゃんとカプセル化するんだと、それからオブジェクトのこのインスタンス化の時点で、ストリングリーダーなのかファイルリーダーなのかがもう決まってるんだから、メソッドのとこで if 文なんかやってちゃダメなのよと、今やりましたように、関数ポインターを使って、最初から決定付けられるようにするんだとかね。こういう感覚を持っていただければ、もう何の言語を使うにしても、まあ、何の言語っていうか、まあ、その C 言語と C++ どっちを使ってもオブジェクト思考は可能です。というわけで、今回はポリモーフィズムについて C 言語でもできますよというお話でした。ここまでご覧いただきありがとうございました。